F0 は部屋を明るくしてテレビから離れて見てくれたまえ。高機動小隊を消そうとした作戦は大失敗。ますます邪魔な存在となりおったわ。このミスキラ、必ず彼らを亡き者にします。うん、お前にも期待しているぞ、ゾーダ。けっ、何が期待だ。ブラックシャドウめ、偉そうにぶっ飛ばして。でも強えんだよな、あの水上野郎。クソ、ブーストファイヤー使えるな。何飛ばしてやがんだ。どう、デスアンカー、マジかよ。どこだ、出てこい。わあ、かっこいい。さすが高機動小隊てか。よう、探したぜ。ドラゴンバードが動いてくれねえとなかなかわかんなくてよ。やめときなって。そんなもんで俺様をどうにかできるとでも。お前ちょくちょくここで黄昏れちゃってんじゃない。なんてったって思い出の場所だもんな。今日はやり合いに来たんじゃねえよ。ほら、リアクターマイト使い同士で話しようと思ってな。お前も分かってきただろう、誰でも扱える代物じゃないってこととか。一つに集まると共鳴してパワーを増すってこととかな。
って近づいていくだけでも力がたぎるのを感じるはずだ。前にやったろ。あの時みたいに同時に発動させるや。来るな。なんだってできそうな気がしねえか。その力貸せよ。誰が。150年前恋人いたんじゃねえか。ミスキラーに似た。そんなお前にプレゼント。何が見えた。やっぱりあの女、お前の。おっと、お迎えだぜ。今日はここまでだ。バイビー。おい、大丈夫か、リュウ。リュウ、ジョニー。ん、ハルカはあの日警察の作戦に巻き込まれたんじゃないのか。あの日何があったんだね。冷凍刑にされたゾーダの一味の中に女性が一人いたはずだ。ゾーダ一味に女性はいなかったはずなのにだ。落ち着きなさい。だからいくら調べてもハルカのデータがなかったんだ。そうなんだろう。やっぱりミスキラーは。リュウ。ゾーダのよこした情報なんか鵜呑みにするなよ。だけど忘れたのかよ。お前の命を何度も狙ってきたやつなんだぞ。うまくなったな。だろ。マスター、まだ旅行から帰らないのか。うん、思いっきり羽を伸ばしてくるって言ってたからね。そうか。残念だったね。ん、バードのおっちゃんに何か話聞いてほしかったんだろう。そんな顔してるよ、リュウ。早く帰ってきてよ、おっちゃん。リュウも待ってるんだからさ。マグマとトラップに気をつけて。なんて暑さだ。なんだってこんなところでやんなきゃいけねえんだよ。どうして F0 委員会はこんな危険なレースを。わからないわ。でも私たちは戦うしかない。大丈夫でしょうか。なんだか嫌な予感がします。筋書き通りに言ってるな。俺って天才。あとはと。さあ、いよいよスタート。実にデンジャラスかつエキサイティング。このレース私も出よう。何、ブラックシャドウ来ると思ってたよ。
誰が私についてくれるんだ。リュウ、ジャック。分かってる。ブラックシャドウ様の邪魔はさせないわ。ミスキラ。くそ。焼き尽くしてあげるわ、リュウ・スザク。何やってんだ、リュウ。レースに集中しろ。ジャック。ここは私に任せて、あなたたちはブラックシャドウを。邪魔よ。その言葉そっくりお返しするわ。いつまでもうじうじしてんじゃねえよ。それとも恋人を笑いながら火の中に叩き落とすのがお前の女だって本気で思ってんのか。行くぞジャック。そうとなくちゃ。あっと、早くもブラックブルドドラゴンバードアストロラビンがトラップゾーンに突入だ。そりゃなんてやつだ。小隊長、どういう風の吹き回し。さあな。礼は言わないわよ。期待してねえよ。ここを抜けたら直線だ。ここで勝負に出るぞ。よし。何？しまった。ジャック。おっと、ホワイトキャットに続いてアストロロビンも遅れた。あの野郎。さっきのお返しよ。ミスキラ。お相手するわ。そうだ。ミスキラ。悪いがこいつは俺様の相手なんでね。いいわ、これで貸し借りなしよ。待て、ミスキラ。穏やかじゃないね。恋人だったかもしれない女と戦う機会。見せてやったのにまだ信じられねえってか。ならもっと教えてやるよ。150年前俺が警察の作戦に引っかかった時、飛び出してきた一人の女。いや、思い出せば思い出すほどミスキラーにそっくり。うるさい。その女よ、俺様になんて言ったと思う。黙れと言ってる。ゾウだ、竜の仇ってね。ゾウだ、竜の仇。どうした、顔色悪いぜ。まさに地獄のこのコースをまさに敵なしのブラックブルが嫌だ。強い、強すぎる。つまらぬ、所詮はこの程度か。帰るぞミスキラ、優勝はお前にくれてやる。お、後ろからものすごい勢いでドラゴンバードが追い上げてきた。何、まさか本当に。ブラックシャドウがお前の恋人を洗脳して何かに利用してんじゃねえのかなって俺思うわけ。
あいつだったらそのくらいへのカッパよ。ブラックシャドウの手から解放してやんなきゃな。どうすればいい？簡単だ。ブラックシャドウを倒せ。だから俺様に協力しろ。最初から俺を利用するつもりだったんだな。それがどうした？やるのかやらねえのか。奴を倒さなきゃ恋人は帰ってこねえぞ。リュウさん、リュウさん、どうした？ドラゴンバードの様子がおかしいんです。無線も通じなくて。ん？倒せ、ブラックシャドウを倒せ。お前には聞こえないのか。助けてくれって恋人の心の叫びがな。ブーストファイヤー、出た、ブーストファイヤー。ブラックシャドウ様、面白い。下がっておれ。はデースファイヤー。なんだなんだなんだ、あっちもこっちも光ってる。よっしゃあるか。なんだ、急いで、竜が心配だわ。まさか。そうだ！うわあ！ギャー！うわあ！今度こそダメかも！俺様！うわあ！絶対ダメだって！今度こそダメだって！全然熱くねえ！ん？俺のリアクターマイトは熱いぜ！何が？ブラックシャドウ様！来るな！またまたパワーアップ。どうやらこいつは炎の力が大好物だったようだぜ。そうだ、ご協力感謝。この次はお前だよ。ブラックシャドウ様、ブラックシャドウ様の意志を継ぐのはこの私。あなたなんかの好き勝手にはさせないわ。
面白い。何？鳴らした涙も凍りつく痛みも全てを掲げて胸を張りたい。どんなに小さな存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所をたどり着くは奇跡まで。たとえ何が起きたって決して負けない。 We all go up 今描いている未来はそう変えられる。 We all go up さあ走り出そう。カンパニーが提供する F0 ショッピング、さあ今日はどんなお買い得商品が出てくるのでしょうか。今日の目玉商品はこれ、ブラックブル5色セットです。おお、いきなりこれですか。はい、ブラックブル、レッドブル、イエローブル、グリーンブル、ホワイトブルの以上5色セット、お買い得ですね。今なら謎の覆面パイロットバーサーカーもついてきます。次回 F0 ファルコン伝説ドンジーニーの城、君の心にブーストファイヤー。いやあ、今日の F0 ファルコン伝説楽しかったね。先生嬉しくって今日はおはがきどんどんいっちゃいます。愛知県村上健吾くん、先生はキャプテンファルコンとブラッドファルコンが似てると思いますか。思ってません。あんなやつキャプテンファルコンに比べたら月とすっぽん、満月の光とコガネムシの背中の光沢ですよ。徳島県望月さん、バート先生恋人いますか。先生の恋人はこの番組を応援してくれる皆さんです。大梅市町田隼人くん他からこの質問まだ多いです。バート先生はなぜ顔に傷があるの。まだ秘密です。それではごきげんよう。あー楽しいな。